エルンストルート・ビヒキル・ヒナーは20世紀前期のドイツの画家、エーリッヒ・ヘッケル、カール・シュミット・ロットル・フラと並ぶドイツ表現主義の代表的画家である。1880年、バイエルン王国、アシャフ・フェンブルクに生まれた。1901年、ドレスデンのドレスデン工科大学で建築学を学んだ。あと、1903年から1904年にかけてミュンヘンで美術を学んでいる。 1905年、ドレスデンにて、ヘッケル、シュミットロットルフラと、画家グループ、ブリュッケを結成した。ブリュッケの画家たちは、共通の表現様式や主義を持っていたわけなく、従来のアカデミックな芸術に反抗する、若手画家の集団であった。キルヒナーは1911年、他のブリュッケの仲間らと共に、ベルリンに移住した。1912年には、 カンディンスキー、マルクラの結成した青騎士グループの展覧会にも出品している。ブルッケには後にエミエル・ノルデラも誘われて参加するが、グループは1913年には解散した。この頃には、ベルリンの街を題材とした一連の対策を多く発表している。第一次世界大戦勃発後、エルンストは兵役に就く。1915年に、 ザクセン州ハレの砲兵隊に配属されたが、神経衰弱がひどかったことから同年11月に除隊になり、フランクフルト近郊のサナトリウムで療養生活を送った。1917年にはスイスダボスに移って山並みを題材とした作画活動を続けるが、1930年代半ばからは、心身の衰弱がさらに激しくなり、肺結核も患った。 1933年に政権掌握したナチスドイツにより自分の作品が大敗芸術とされ大敗芸術展に作品が32点も出展されるなどしたことにもショックを受け1938年にダボスフラウエン・キルヒの自宅でピストル自殺を遂げた現在ダボスには彼の作品を多く所蔵したダボス・キルヒナー美術館があるキルヒナーの絵画は フランスのフォービスムの影響とともに、ドレスデンの民族学博物館で見た、アフリカやオセアニアの民族美術に影響を受けていると、される。大胆なデフォルメと強烈な原色の大地を特色とする技法で描かれた、キルヒナーの人物たちは、どこか大敗と不安の影を宿している。ドイツ表現派の他の画家たちと同様、版画にも強い関心を示し、多くの作品を残している。 キルヒナーのサイン、ありがとうございます。